皆さんこんにちは。この動画はトーマス・エジソンが名著失敗の本質について語ります。歴史の偉人から学ぶシンプルで効果的な考え方、ぜひ最後までお楽しみください。 1. トーマス・エジソンの概要説明。トーマス・エジソンはアメリカの発明家であり、電球、蓄音機、映画カメラなど数々の革新的な発明で知られています。彼は生涯で1000以上の特許を取得し、現代社会の基盤を築いた一人として称賛されています。エジソンの成功は彼の絶え間ない努力と数え切れないほどの失敗から学んだ結果です。彼の言葉、私は失敗したことがない、成功しない、方法を1万通り見つけただけだは失敗から学ぶ姿勢を象徴しています。 2. トーマス・エジソンが失敗の本質のテーマを語る。要点1、失敗は学びの機会であり、成功へのステップである。私が電球を発明する過程でフィラメントの素材を見つけるために1万回以上の実験を行いました。多くの失敗を重ねる中で、ついに炭素繊維が最適な素材であることを発見しました。失敗を恐れずに続けることで成功への道を開くことができるのです。要点2、失敗の原因を分析し再発を防ぐことが重要である。蓄音機の改良を進める際、音質の問題に何度も直面しました。その度に原因を詳しく分析し、材料や構造の改良を重ねました。失敗を一つ一つ検証し、改良を重ねることで最終的には高品質な製品を作り出すことができました。要点3、失敗を恐れずに挑戦し続ける姿勢が必要である。私の発明人生は挑戦の連続でした。新しいアイデアを試すたびにリスクが伴いましたが、失敗を恐れずに挑戦し続けました。例えば映画カメラの開発では、撮影技術やフィルムの品質に多くの問題がありましたが、粘り強く改良を続けた結果、映画産業の基盤を築くことができました。トーマス・エジソンや失敗の本質に興味を持てたら、深く学んでみましょう。テックアカデミーナレッジベースに登録すると、本コンテンツ生成のプロンプトが無料で公開されています。概要欄からご登録お待ちしています。